リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリンとです。今日はね、シェフィーさんを抱っこして、動画を撮影しております。今日はですね、いつも私が参加させていただいている、オンラインサロンで、モモンガ研究所っていうオンラインサロンがあるんですけれども、そちらのオンラインサロンで、ライブの後ですね、はい、毎週2回ライブをね、してくださってるんですけども、そのライブに参加した後の、お時間でございます。でライブの参加中に、まあライブでですね、まあ袋ももが研究所とは言われてるんですが、動物の飼育っていう、まあこうオールジャンルじゃないですけど、そういう部分でもねお話があるので、もう袋ももがだけではなくて動物全般的に言えるよねみたいな心構えのお話とか、そういうのをねお話を博士がねしてくださるんですけれども、まあそういう話を聞いてるとですね、まあこう必然的に脳裏にうちの子たちのことがまあよぎるんですよ。で、普段からまあお世話をしてるんですけども、そのタイミングでこうケージに近づいて、こう様子を見たりだとか、お水切れてないよね、みたいな確認をしに行くんですけど、そうするとね、出してくれってこの子がやるんですよ。で、ケージをね、少しだけ見せますと、まあケージね、よく YouTube で見てくださってる方はわかるかと思うんですけど、まああそこがね、シェフィーさんのお家なんですよ。下の、こう、こっち側もこっち側もね。で、こっち側の入り口なんですけれども、こっち側ね。上と下に開くタイプの金網系なんですよ、こっちは。で、こっちは、下がね、衣装ケースになってて、その上に蓋がついてるんですけど、金網のね。で、その蓋を上に開けるタイプなんですけど、こっち側ですね。こっち側はですね、いつもご飯欲しい時にカシャカシャやるんですよ。で、お腹空いてるなっていう時は、結構あの辺に来て、こう、入り口のところカシャンカシャンってやって、で開けてあげると、まあご飯がね、もらえるよっていうのを覚えてるみたいで、でいつもねご飯あげるときあっち開けて、であそこからご飯あげるんですけれども、まあ食べ終わったら帰るんですけどね。でもう片方のこっちの方ですね、ここの方は上にいつもバスキングライト、今バスキングライトここにね、上にかかってるんですけど、金網の上にドンと置いてバスキングできるようにしてるバスキングライトがあるんですけれども、そのバスキングライトがある方は外に出して欲しかったりとか、私に何かしらのアプローチをしたい時に本人が出てきて動くんですよね。で結構大体は外に出してくれっていうので、金網をカシャカシャやるんですよ、上に向かって。まあ金網は上にあるのでね、なんですけども、本当になんか出してくれってよくやられていて、でもう大体こう開けて手をやると自分から手に乗ってくるんですよね、この子は。なので出して、散歩するのかなって思うじゃないですか。もう散歩しません。ただ私の上に乗っかってたいだけらしいです、こうやって。ほんとね、散歩しないの。で、ハーネスつけてね、散歩させたりもたまにしてたんだけど、散歩させたら散歩させたで隙間にね、まあ、入ってくるんだよね。まあ、前動画でね上げさせていただいたんですけど、本当に隙間に入ってくるの、この子。隙間が好きで、うん。で隙間はね、ホコリも結構あるし、もしかしたら変なもの落ちてたりするかもしれないし、あとコンセントがねそこにこう入れてあったりとかすると危ないなっていうことだって、まあ、もうちょっと大きくなってからもう隙間に入らなくなったらもうバンバンやっていこうかなと思ってるんだけど。今はなんか一緒にこうやって遊んだり、あとベッドの上でね、遊ばせてあげればいいかなとは思ってて、運動不足にも特になってないので、大丈夫かなと思っております。そう、ほんと出てきてもさ、動かないのよ、こうやって。見て、この状態。寝てるの。最近ね、この子、シェフィーさんをね、触れば触るほど思うのは、シェフィーさんは、なんか犬みたい。ハネスつけて散歩もするしさ、一回ね、羽つけてお外に散歩、雪今降ってるからできないけど、雪ない時はお外に連れて行って、公園でね、散歩させたこともちょこっとあって、まあ結構おじいちゃんおばあちゃんがいてね、トカゲを散歩させてるのかい、これでかいねみたいな感じで言われるから、あんまり行きたくはなかったんだけど、ちょっと散歩できるかなと思って散歩させた感じでした。行きたくないならやるなよって話なんだけど、別に目立ちたいわけとかではないので、うん、普通にこの子が散歩するかなと思って連れて行った感じですね。散歩しましたけど。っていうのと、まあ、あとは、うちの中でね、散歩をさせてもいいんですけど、ほんと隙間に入ろうとするとね、隙間をでも消すのはね、ちょっと無理なので、
隙間ない場所に出してあげるっていうのがもしかしたら一番いいのかもしれないですね。あとは押し入れでの散歩はありかもしれないですね。立体行動はしないんで多分ずっと下の地面にいるとは思うんですけども、押し入れの散歩自体はフクロモモンガちゃんたちでも使えてるし、コウモリちゃんの散歩にもね使ってるので、この子に使ってあげてももしかしたらいいかもしれないですね。動いてる姿も撮れるだろうし。そう、あとはね、ほんと外というかね、 お部屋の中の散歩にハネス使ってっていうところですけど、散歩させようと思っても動かなかったりするのよ、こうやって。じーっとしてなんかあったかくて気持ちいいのかもしれないんですけどね。うん、こうやっていることが多いです。ただこの子に関してはベタ慣れちゃんだね、本当に。激荒な子っていうのを見たことあるんですよ。サバンナモニターだけじゃないですけど、サバンナモニター以外で激荒な動物とかも見たことあって、ああ、激荒だとそうなるんだ、みたいな。革手袋をつけてても結構痛いくらい噛まれたりとか、あと、なんだろう、こういう指先だけじゃなくって、この辺の腕とか噛まれたりとか、もう全然あるみたいで、こうやってね、抱っこするのも難しいらしいです。全然服越しに噛んできたりするらしいですよ。激荒な子とかだと。っていうのも見たことがあって、ああ、そうなんだって思いましたね。ただ、激荒な子を実際にこう、対応したことが私がなかったので、ちょっと今度激荒な子の対応してみたいななんて思うものの、例えば激荒ちゃんを飼ってる方とか、まあ、知り合いにいるんですけど、大体そういう方って、いや、うちの子荒いから出せないのよって言って、まあ基本出してもらえないんですよ。で、そういうところでさ、わざわざ出して触らせてくださいっていうのも意味わかんないじゃん。その人んちで出してないのって言ってるのに。だからそれはしないんですけど、いや、激荒だけど出すかいって言ってくれる人がもしいたら、出してって言ってみたいところですね。対応だけしてみたいんですよ。どんな感じになるのか。で、実際激荒だとこれぐらい大変なんだっていうのを体験してみたいんですよね。百聞一見にしかずじゃないですけど、やっぱ体験してみないことには。見てはいるし、聞いてはいるから知ってるけど、実際どうなんだっていうところは、自分的に体験したいものの、幸いうちの子たち激荒ちゃんがいなくてですね。いや、幸せなことなんですよ。幸せなことなんですけど、一回こう激荒な子を体験してみると、ああ、こういうのが大変なんだなっていうのを理解できるかなと。もう理解力を深められるかなとは思っております。わかりやすいところで言うと、私が個人的にファンなチャンネルなんですけど、チャンネルワニさんっていうところで、うちのベタナレちゃん紹介しますっていう動画で、言ってるものの全然激荒ちゃんばっかりをね、紹介してる動画があって、まあそういうネタ動画というか面白くしてる動画なんですけど、あれを見たときに、グリーンイグアナだったかなは、激荒で、本当にこう、ヘッドコントロールちゃんとしてないと、首をグッて、くねって、この辺とか、もう噛めるところがあったら噛もうとしてくる、子がいて、あ、激荒だとそうなるんだなとか。でもこの子はヘッドコントロールしなくても、こうグッてやって噛もうとはしないし、やっぱりこう、適し、をね、なんかしてるのか、あとはビビリちゃんなのかによっても違うなと。別にチャンネルワニさんが何かしてるとか、チャンネルワニさんに対して、敵意をね、向けてるって感じじゃないと思うんですよ。イグアナちゃんたちとか、ペットちゃんたちって。ただビビリなんだと思うんですよね。性格的にビビリだから、これどんなにね、手をかけてあげても、慣れないもんは慣れないっていう子もいるので、多分そういう子たちなんだなって思いながら見てます。あとは、まあ、その、チャンネルワニさんの中で、こう、かっこいいなとか、見た目がすごい好きだなっていうのでお迎えしてるから、最初から人慣れしてるかどうかっていうのも、もしかしたら見てない可能性もね、そこはわかんないですけど、もあるんじゃないかなって。だからその、慣れてる慣れてない関係なしに、もうその子が好きってなって迎えてる可能性があるので、はい、それによるものかもしれない。私もまあ、この子好きでお迎えしてますけど、幸いその、この子好きでお迎えした子たちがみんな、慣れてるんですよ。うちは幸いね。っていうところでの、まあ、違いはあるのかなと思っております。よかったら見てみてください。チャンネル1に、ベタ慣れとかでやると、全然ベタ慣れじゃないバージョンの動画出てくるんで、よかったら見てみてください。それでもね、ちゃんと飼育されていて、で、日々ね、成長記録っていうのを見れるので、いや、チャンネル1さんすげえなって、やっぱり思うんですけど、だから実際ね、そういう激荒ちゃんの子の対応っていうのを実際自分がやるとどういう風になるのかなっていうのは思いますね。ちょっと幸いうちにはいないから、まあ、
あの幸せの悩みかもしれないですけど、ある意味ね、そういうなんて言うんだろう、激アラちゃんをね対応できるように私もしておきたいななんて思います。うちで今までいた中で激アラちゃんだったのはシマリスかな。あの捨てられている子だったんですけど、保護してうち、まず一回保健所連れてったら殺処分しか方法がないという風になったので、だったらうちで迎えるわって言って迎えて、迎えた時にどこかな、ここかな、ここあんまり傷見えないかな、あの指にある、指とか手にある怪我って大体動物ちゃんにやられた傷なんですけど、ここをね思いっきり噛まれて、でしかも噛んだ上首を振るっていう、こうやってで、あの私を獲物か何かと勘違いしてるんですね、息を止めようとしてきてるんですよ。あの首を振ることによって体力をね、あの獲物のね、あの体力を減らして捕食するんですけど、大体ああいう子たちって、あの私を捕食した上、私の息の根を止めようと首ブン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 振ってて、めちゃくちゃ痛かった。しかも血がピューって出てきて、痛いんやけどってなった記憶がありますね。あの激アラちゃんだったのその子ぐらいかな。他の子は、まあ、怖くて噛んだりはありますけど、なんだろう、そういう息の根止めようとか、あと荒々しくっていうのはないので、うん、まあビビリちゃんはいますけどね、うちにもビビリちゃんは2匹ぐらい袋のモンガだといますし、あとコウモリちゃんもね、コウモリのマナちゃんもあのちょっとビビリちゃんが抵抗があるので、ですけど幸いうちね、ビビリちゃんがいる程度で、あの激アラちゃんとかも噛みついてきたり攻撃してきたりっていう子はいないっすね。そんな感じでございます。この子は起きないね。もう1時間半ぐらいこうやって抱っこしてるんですよ。で私のまあポリシーじゃないですけど、あれで、あのこうやっておとなしくしてるんだったらそのまましとこうっていうふうに思う派なんですね。まああんまりにもずっといるんだったら戻しますけど、この子が自分でこう起きてきて動き出した時に、あ帰るかいっていうので返すんですけど、その行動がね、だいたい1時間ぐらいで来るんですよ、この子の中で。そろそろ帰りたいな、もそもそもそって動き出して、この辺のこの隙間に入っていったりとかね、あとこっち側に行ったりとか、あと登ってきたりとかする行動があるんですけど、その行動があったらケージに返すんですよ。でもこの子それがないのね、帰ろうという意思がないの今。だから帰ろうという意思が来るまで待ってるんだけど、今日一番長いね、多分最長だわ、1時間半ぐらいここにいる。もうそろそろ帰らん。もうほんと犬みたい。多分これが気持ちいいんだろうな。うん、気持ちよくなかったらここにいようと思わないからね。うん、居心地悪かったらもうすぐ違うところに行こうとするんで、人間だってそうでしょ、居心地よくなかったらね、そこの場所にね長いはしないでしょ。まあたまーにそういう居心地よくないところに長いする変態もいるのかもしれないけど、まあ基本的には長いしないでしょ。だからさ、居心地がいいんだろうけど、そろそろ帰って。もう画角の絵も何も変わんないのよ、動かないから。ずーっと喋って私が身振り手振りしてるだけ。これはいつ帰るんでしょうね。寝てる、気持ちよさそう。気持ちよさそうなんでこのままにしておこうかな。いやにしてもでかくなったね、やっぱこいつね。この間までヒョウモントカゲモドキちゃんとね並べたら同じぐらい、もしくはヒョウモントカゲモドキより小さかったんですよ。あ、写真参考にこの辺に差し込んどこうかな。成長記録3枚ぐらい載せとこうかな、この辺に、こっち側に。ほんと大きくなった。もうほんと大きくなったから、ヒョウモントカゲモドキちゃんと音読できたけど、今はできないね。万が一の事件が起きたらね、怖いし、あの、爬虫類同士なので仲良くするっていうことは結構多いはずなんですけど、ちょっとね、この大きさになってくると噛みついた時、万が一噛みついた時に、あっちが怪我を負わないっていう保証がもうなくなっちゃうので、ちょっとさすがに難しいね。まあ、たまにね、遊ばせてあげたかったりは思うんですけど、ちょっと難しい気がしてるな。しかもヒョウモントカゲモドキってね、あの、こういう子たちに比べると、皮膚がね、強くないので、硬くないので、結構柔らかいので、って考えるとちょっと一緒にするのはもう難しいね。しかもこの子が基本的にこうやって一人でいるのがもう慣れちゃってるし、これがね、多分好きだったり、あと私を独り占めするのがもしかしたら好きな可能性があるから、うん。まあ全然一匹でね、いいんですけど、たまにね、うちの子たちの顔合わせっていうのをね、してあげたく私がなっちゃうんですけど、もう顔合わせも難しいな、これはな。うん、っていうところでございます。とりあえずこの子はね、ずっと元気ですよ。
まだお迎えして1年経ってないんだけどね、大きくなったわ。あと1年経ってないんだけど、私が本当に動物になれたなっていうのはすごく思いますね。いや、もともと知識はあったものの、実際に飼育経験っていうところでいくとなかったわけなので、やっぱ飼育していくといろんな部分が分かってきますね。で、より注意してこういう部分は見ていかないとなっていうのとか、そういうのを感じれるようになりました。本当自分の成長につながりましたね。精神的にも肉体的にもいろいろ強くなった気がします。やっぱ持ってる知識だけだとね、対応しきれない部分っていうのとかね、ちょっと不思議なことっていうのはやっぱり起きるので。でも今はもうどんとこいやっていう状態ですね。もう特に他何もないね。ほんとそんな感じでございます。はい、もうなんか話もねどちらかってきてるんで、本日はこの辺で動画をね締めていこうかなと思っております。はい、ということでね、本日は以上となります。もしよろしければチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローしてみてください。また過去にね、もう多分1000本ぐらいですね、動画上がっておりますので、よかったら、時間がある時で構いませんので、そちらの方も見てみてください。そしてそちらの方にもね、いいね、そしてコメントね、いただけると嬉しく思います。全然いろんなコメントね、可愛いねとか、いや、シェフィーさんのこう、おとなしそうでね、なんか楽しそうだねとか、幸せそうだね、みたいなコメントとかでも全然構わないので、ぜひともコメントいただけると嬉しく思います。そして、よかったらいいねもね、たくさんしてくださると嬉しい。まあ、いいねたくさんって言っても、一本の動画に一人一個しかできないですけれども、よろしければいいねね、いろんな動画にしてくださると嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントとシェフィーさんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。